を捨ててるマッチョと女らしいマッチョ、はい、もちろん私たちはこの女らしいマッチョをね目指していきましょう。立ち振る舞いは女性らしく、うん、体に筋肉がついてるのは OK、 それも男らしいんではなくてセクシー路線でぜひ行きましょう。はい、はい、皆さんこんにちは、いくよママです。はい、今日はですね、塾女の皆さんに筋肉トレーニングぜひ頑張ってねっていう話をしたいと思います。はい、大会もね、無事に終わって今ちょっとまあゆっくりしている感じなんですけども、そうだな、うん、だいぶはいはい、戻った感じはあります。はい、なんですが、温泉動画とか見ててね、やっぱり、うん、大会後撮った写真とかはちょっと痩せすぎてて色っぽくないかなって、うん、なのでまあ今ちょっとね緩めながらも、また、10月ぐらいから、はい、12月5日に向けて頑張ってトレーニングしようかなと思ってます。でですね、この大会に向けてトレーニングした中で学んだことなんですけども、まあ大会に出てる40代50代、うん、もっと言ったら60代の女性ってすごい体が強い、すごいね、筋肉質、うん、これに気づいたんですよね。やっぱね、20代30代にはない強さがある、うん、これって何なんだろうってね、まあ思ってはいたんですけど、トレーナーさんに話を聞いて、あ、なるほどなって思ったんですよね。筋肉をつけるには男性ホルモンが必要じゃないですか。女性ホルモンが高いとやっぱりこう女性らしい体型になるんですよね。熟女になると要は女性ホルモンが減ってきて男性ホルモンの方が優位になるわけですよ。なので筋トレしてすごい筋肉がつきやすい、そうなんですよ。なのでまさしく熟女はマッチョになれる確率が高い、そうなんですよ。嬉しいのかな、どうなんだろう、うん、でもちょっとかっこいいマッチョを目指す私にとったら嬉しいのかな。はい、なので、はい、熟女の皆さんは、まあ、ホルモン的にもマッチョになりやすいんだっていうことに気づいていただいて、ぜひ筋肉トレーニングを頑張っていただきたいです。多分若い頃よりも結果が出ます。はい、まあこれも一つね、いくよママチャンネルをご覧の熟女の皆さんにお伝えしたいんですけども、まあ大会で、たくさんの熟女マッチを見ました、うん、なんですが、やはり女を捨ててるマッチョと女らしいマッチョ、はい、両パターンいます。もちろん私たちはこの女らしいマッチョをね目指していきましょう。それはなぜかっていうと、まあ体が綺麗にね筋肉がついてて、もう女です、女です、いくらマッチョでも女です。なので立ち振る舞いは女性らしく、うん、体に筋肉がついてるのは OK、 それも男らしいんではなくてセクシー路線でぜひ行きましょう。はい、でも、うん、熟女でこう脂肪がもうたっぷりブヨブヨよりもいいかな、うん、やっぱり筋トレすごい大事です。はい、今日はですね、熟女の皆さんの方がマッチョになりやすいんだよ、若い子よりも有利なんだよっていう話をしました。はい、あとですね、男性陣の皆さん、もう男性陣の皆さんはね、もう男なんですから、男性ホルモンバリバリですからね、もうしっかり筋トレされてください。なんか最近ね、まあ、無料の恋愛相談とかやってるんですけども、概要欄に貼っときます、無料の相談やってます。いくよさん、体鍛えた方がいいですかっていう風にね相談されることがあります。答えはもう即決です、ぜひ体を鍛えてください。はい、大会とかねやっぱり行きますと男性部門の方もねやっぱ見るわけですよ、同じ会場で。正直、うん、みんな鍛えてるじゃない、うん、みんななぜかかっこよく見える、不思議なんだよね。
男性ほど、顔形じゃないんじゃないかなって思う。やっぱり体鍛えてるだけでこうオスっていうか、男っていう目でね見れるよね。なので男性陣は、もちろんというように筋トレ頑張っていただけると、キョママはとっても嬉しいです。はい、そんなわけで今日もキョママチャンネル最後までご視聴いただきましてありがとうございます。キョママチャンネル毎日このようなね、皆さんにお役に立つような内容をアップしてますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、励みになります。ではまた明日。Hellcat.